格嬉しいという気持ちが一番なのと、これからまた今まで以上に頑張らなきゃいけないという気持ちがあります。でも今日だけは、喜びだけを感じて寝るまでは舞い上がりたいと思います。今年大学4年ということで教育実習がありまして、それが6月の中旬まであったので、1時2時の曲はまあ良かったんですけれども、セミファイナルの曲を準備したのがほとんどそこからがスタートということもあったので、何か一つ進むごとに次の準備をしなきゃいけない中で、セミファイナルのを少しずつ見ていくことが一番大変でした。リハの時とは全然違うスピードと表現で弾いてしまったと思うんですけれども、指揮者の岩村さんがそれにすごく合わせてくれたのと、オケの方々もそれに本当に付き添ってくれて、もうとにかくオケの方と指揮者の方で成り立ったコンチェルトで、感謝してもしきれないぐらいの演奏でした。ありがとうございました。そうですね、この賞に恥じないように努力を惜しまないことと、これを継続するんではなく、さらにいい演奏をできるような努力を続けていきたいと思います。